2023年11月21日ニュージーンズのハニがライブ配信を行い、ファンと交流しました。ハニの韓国語はとても上手なので、多くのファンから、これ以上上手くならないでという冗談のコメントが送られました。ファンはハニのちょっとした言葉の間違いを可愛いと感じているからです。これに対してハニは、韓国語のレッスンを受けたかったのに事務所が許可してくれなかったと発言しました。ちょっと言いたいことがあるんです。私も韓国語のレッスンを受けたいって会社に言ったんです。でも無理だと言われたんです。必要ないって。私は必要ないわけがないよって思いました。話を聞いてみると、バニーズが必要ないって言ってるからという理由でレッスンを受けさせてくれなかったんです。だから韓国語のレッスンはありません。私が受けた最後のレッスンは2年前です。その後、事務所の対応が不適切だとファンが指摘し、同社は非難を浴びました。ファンはなぜ事務所がアーティストの成長を止めるのかと不思議に思いました。この話題が炎上し、問題が大きくなったことで、ハニは対話型プラットフォームフォーニングを通じてこの問題に対応しました。彼女は韓国語と英語で心のこもったメッセージを打ちました。ハニはこの件はマネージャーとハニの間の冗談だったと説明しています。バニーズ、この間フォーニングで私が言ったことについて誤解が生まれているように思います。1年ほど前、私は先に退勤したマネージャーに韓国語レッスンを再開したいことを告げました。マネージャーからその場で軽く返事が来て、私はそれを面白いジョークだと受け止めました。つまり私はただ面白い話をバニーズと共有したかっただけなんです。その会話はとても軽いものだったので、私の事務所や CEO には届いていません。この件に関して本当に申し訳なく思っています。私が昨日話したことでこんな大騒ぎを引き起こすつもりはなかったんです。誤解が解けることを願っています。どうか心配しないでください。ハニは韓国語レッスンに関する話題は事務所や彼女の CEO であるミンヘジンには話していなかったということです。問題が大きくなったことでファンはハニを心配していました。しかしハニがこの問題に迅速に対処したため、アドールへの批判に終止符を打つことができました。